キリンラジオ劇場スペースロマン。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン。横山光輝原作、鉄人28号。脚色長嶋直樹、出演伊武雅之、高橋和恵、富田光生、中村修正、その他の皆さんです。大変な思いをしてようやく手に入れた鉄人28号をすぐに PX 団に奪い返された少年探偵金田翔太郎と大塚所長の落胆ぶりは旗目にもかわいそうなほどだった。そんな二人のところへ突然敷島博士が訪れた。いやあどうも、今日はいいものを持ってきましたよ。これはそう、鉄人の操縦機です。まあ、PX 団の持っているものよりは優れていると思いますよ。ユーホホホ、じゃあこれさえあれば大丈夫ってわけだ。そういうわけですよかったな。それにしても PX 団め、どこに鉄人を隠したのかな。そろそろ動き出してもいい頃だけど。その夜、大塚所長は数多い銀行強盗の連絡にてんてこまいをしていた。いやー、もう一晩に7つも銀行が襲われるとは、もう一体どうなっとるんじゃ。これはもう、忙しい先生、これじゃもういくら人がいても足りんわ。所長さん、ちょっとおかしいと思いませんか。おかしいに決まっとる。一晩に7つも襲われるなんて、もうほんとちょっと、いや待ってよ、この地図を見てくださいよ。襲われた銀行は全部山の方に固まってますね。おかしいでしょ。すると警察の目を山の方に向けておいて海岸線を PX 団、鉄人を運ぶんです。翔太郎と所長は急遽海岸線へ向かった。やがて見えた。やっぱりそうだったんだ。ほら、所長さん。まったくずる賢いやつらだ。スピード上げますよ。おっしゃ。一方、前を行く PX 団。おいよ、パトカーが追いかけてる。来る。そうか、翔太郎のやつ気がついたな。よし鉄人で踏み潰してやろう。あ、そうだ。鉄人を動かすぞ。よし、スイッチオン。おっ、やつら鉄人を。よし、今に驚くな。こっちにはこれがあるんだ。翔太郎は敷島博士の作った操縦機を取り出し、スイッチを入れた。うん、鉄人28号、言うことを聞いてくれ。鉄人がおかしいな。なんか頭を抱えて、どうしたんじゃこりゃ。両方の電波を受けて、また狂い出したのかもしれません。鉄人28号は誰構わずトラックや自動車をぶつけ始めた。
こりゃまずいよ翔太郎君、あのひとまず逃げよう。ああそれからだが、あの操縦機だけは離すなよ。もちろんです。その時村雨兄弟が一味を連れてやってきた。操縦者を探せ。そいつがタスの仇だ。いたぞ白覆面やつだ。村雨龍作の一発で白覆面は操縦機を落とした。閉めた。あれさえあれば。兄貴今でちゃうね。何心配するな賢治。しかし龍作が操縦機を取り戻ろうとした時、ドア。兄貴。賢治が龍作を抱き上げた。やられちまったよ。まったくドジだったぜ。兄貴、俺を車に。だけどいいから乗せろ。龍作は車に乗った。そしてあばよ、俺にはこんな死に方が似合ってるのかもしれねえ。賢治元気でな。兄貴、鉄人よ、動けなくしてやるぞ。見てろ、今俺が行く。村雨龍作は操縦機を抱いたまま鉄人28号に突っ込んだ。龍作を乗せた車と鉄人はそのまま海の中へ。君のおかげで数多くの犠牲を出し多くの人々に狙われた鉄人28号は海中深く沈んだ。しかし今操縦機は翔太郎の手に。渚のイメージトリップ。グラスに透き通ったキリンレモンを満たすと渚の心はたちまちうつくし、イメージの旅に出発進行。本日渚まっすぐ北へ、神秘のブルーをたたえた阿寒湖のマリモとデートです。一部の湖と北海道の阿寒湖でしか見られない珍しいマリモ、そのマリモたちの歌声が渚の心に響いてくるんです。あなたもキリンレモンを飲んでマリモのコーラスを聞きませんか。作者横山ミッセルさんのサイン入り鉄人28号放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場スペースロマンの係までハガキでお申し込みください。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。